めかです。ゆなです。ピクなてジンビー始まるよ。イエーイ。今日はピンクラジ TV 初の16です。イエーイ。今日はゆなちゃんの地元の名古屋に来ています。ゆらりも名古屋なんですけど、ちょっと別のお仕事が入っちゃって、はいテンテンテンポか。名古屋のおすすめの場所が大須なんですね。最近若者に人気の、でも結構老舗のお店とかもある、おすすめの大須です。じゃあゆなが姫香ちゃんに、そして皆さんに、神様に大須のおすすめのお店を紹介します。どうぞ。お寺に来ました。おみくじとお参りしてきます。お参りしてきます。で、これがゆらが作ってきた、まあおすすめのものなんですけど、ちょっと字汚いのであんまり大吉出ますように。出ますように。じゃあ行ってきます。行きます。見て、ここのお宅は苦しいんですよ。すごい、鳩がいっぱい。あそこに、え、これお店の人はいないんだけど、50円入れて持ってくみたいな感じで、お参りとおみくじ見てきます。はい、お参りとおみくじ引いてきました。ここのおみくじは今日が出やすいんです。なんで？大吉とかさ、いいやつを引いちゃうと人間に緩みが出てしまうことで今日多めに入れてるらしいです。でも大吉もある。大吉もある。今日は出ないで。いっせーので、ドン。キチ、大キチ。ねえ待って、キチ、待って待って、すごい運がいいかもしれない。待って、願い事、遅すぎましたが遂げられましょう。学も努力すればよいでしょう。頑張って勉強しよう。安心して勉強しなさい。安心して。商売はあまり利益がないですよ。旅行で交通事故に気をつけろって。私、旅行ためになることはないので床の方がいいでしょ。なんか大吉なのに行かないよって言われた。ここにあんまりいいことは書いてないです。これ本当に大吉？でも大吉なんですよ。私、吉なので、まあ良くも悪くもないみたいな。いいんだよ、いいんだよ。だってこれ書いてあること良くも悪くもないんですよ。ミメカなんか悪いよ、大吉なのに。はい、次のとこ行きましょう。せーの、どうぞ。大須に来たら絶対食べてほしいお団子ですね。ミヤちゃんずっとこれ押してるんですよ。みんなに食べてほしい。みんなに食べてほしい。なんかお腹いっぱいでも止まんないらしいですよ。そう、あれだそうですよ。2時ぐらいからやって、1時か2時ぐらいからやってるんですよ。きなこ団子って書いてあります。90円なんですよ1本。安い。安いね。みたらしがおすすめだそうです。あ、そうそう、みたらしご飯。ここ来るたびに食べるらしい。美味しいです。食べれば分かるから。ありがとうございます。コギがバーベキューっぽいですね。おすすめのお団子いただきます。いただきます。赤い。焼きたてですか。これはやばい。なんかみたらし団子好きで食べたことあるから味の想像はついてたんですけど、でも想像をはるかに超えてきた。もうはるか、もうはるかちゃんって感じです。もちもちのお団子に特製の美味しいみたらしをつけてて、マジで本当に癖になるんです。何本もいけちゃうんですよ。これタレつけてから焼いてるんで、なんかめっちゃ何度もね、カリカリ感もあるし、もちもち感もある。やばい、うまい。ごちそうさまでした。本当に美味しかったね。美味しかった。また食べに行きます。普通のみたらしとはちょっと違うんですよ。醤油がちょっとね、そうそう、濃かったね。甘いお団子ってよりは甘じょっぱい。甘じょっぱい、そうだね。次はどこに行くんですか。次は唐揚げです。唐揚げめっちゃ楽しみにしてた。唐揚げですよ。実はですね、大須はですね、コンテストとかで結構グランプリ取ってるような唐揚げもうお店がいっぱいあるんですよ。行ってきます。行ってきましょう。じゃあ、ゴー。着きました。ピラのおすすめの唐揚げ屋さんがちょっとお休みだったので、大須でかなり有名なリンさんの台湾名物屋台っていう、特に唐揚げ美味しいので来ました。ミストが降ってるんですよね、お店から。涼しい。
漬けのってここでも食べれるし、もう持ち歩きで本当に食べ歩きしながらいろんなお店に行きます。なんかいろんな芸能人がたっぷりですね。そうなんだ。なんかローラちゃん大好きなんだよね。そう、可愛いっていうか、このぐらい有名な方がたくさん来るってこと、美味しいっていう証拠です。じゃあ唐揚げを食べてみましょう。ます。辛さどこまでだと思う。来ました。え、ね、なんか赤いのが乗ってるよ。見ます。唐辛子って結構多いね。ね、これで500円で安い。いただきます。味は手羽先の味に近いです。うま辛です。衣が結構ふわふわしてて、ね、結構熱々なんで、熱々って感じで歩いてても全然ぬるくなったりしなくて、辛いのが苦手だよっていう人は少なめとかなしとかにもできるんで、辛さの段階が作れるのはいいと思います。しかも結構多めだから友達とシェアシェアして。安いんですよ、500円ですよ。もう見た目で分かりますよね、プリプリってことが。分かりますか。分かってくれよ、この気持ち。大須に来た時点にプリクラ。そう、プリクラ2人では初です。そう、パキビキビルールで撮ります。私の一押しです。嫉妬してるんですよ、この子に。かわいいから待っていきましょう。ベティちゃんなんですよ、ときめきルール期間限定で。かわいい。でもプリはね、次はなんとリナのおすすめの逆に行くぞ。タピオカ屋さんだ。じゃあ行きます。17年大須に愛されてるんです。え、タピオカ屋さん12年もあったの。17年。結構ずっと愛されています。アニメがちっちゃい頃もあったかも、流行ってなかっただけで。クイックリーにやってきました。来ました。見てください、この種類。看板がもうユナちゃんと線同じくらいですよ。なんかシェイクもあれば、ミルクティーもあるし、ミルクベースとか買ってきました。クイックリー乾杯。クリップしてください。はい、髪の毛。あと、なんか味も甘すぎず辛すぎず。かっこ嘘ですってつけた。甘すぎず、なんかタピオカに味がタピオカに味がついてて程よい弾力があって、で飲み物もタピオカも美味しくて、めっちゃ最高の組み合わせです。私はこのいちごミルクなんですけど、ミルクといちごがすごい勝負してないっていうか、協力してタピオカの味を引き出してるって感じで、弾力あるけど硬くない。そうそう、結構外れにあるからさ、足の展開が引けるのが本当だね。公園と噴水が目印だね。そうです、そうです。歩き疲れたらここで休憩して、また商店街歩きに行けばいいんじゃない。いいです。あとね、世界の山ちゃん言わんくていいわ。世界をお伝えしたいんです。なんか、ひめかとゆなちゃん仲良くないってコメント書かれてて、本当ですか。結構待ち時間でしたって思うだよね。5人の中でね。そうそうそう、大体なんか世界一緒の感じだからさ、喋ってるって。なんかまずはルナって言わないで。疑惑が晴れました。帽子をかぶり、肌の帽子をかぶって、めっちゃ、今となんか、
オカ屋さんでね、働いてそうだよね。どうぞー。めっちゃぽい。今日はどうでしたか？今日、リナのね、おすすめのお店をいっぱい紹介したので、結構隠れてくる穴場とかもあったから、いいかなと思って。本当に、紹介してないだけで、100軒ぐらいいいお店いっぱいあるから。もういっぱいある。明日は、ひめゆなの、スーツケースの中身紹介を配信するので、絶対見てくださいね。もし、この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン！よろしくお願いします。バイバーイ。